みんなは無事かしら。エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。振るった力がたとえどんなものであれいつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかもを抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦って、あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。
またこうやって月を見よう。一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても、私があなたを見つける。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。この後すぐバルナバスを追う。いや、やつとはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから再びこの地へ。